はい。では始めたいと思います。2021年、2022年度東京羅漢塾精神分析セミナルの第5回ですね。で、まあ、えー、この、今日から、この、いわゆる晩年の羅漢の教えと言われているセミナルアンコーから、 ル・モーマンド・コンクリューに至るそのセミネルのうちで今回からえ70年七十五年のセミネル第二十二巻エイ s e とそれからえ七十五年七十六年のセミネルえ二十三巻 s s a n t o を取り上げて検討していきたいと思います。で、この二つのセミネルはあの。 かなり重なった内容を有しています。共通した内容を有していますね。で、このボロメオ結びですね。まあ、これ、こちらが三つ輪のボロメオ結びであり、で、そして、これが四つ輪のボロメオ結びですけども、この縄輪で作られたボロメオ結びを ラカンが最も活用しているのがこの2つのセミネーですね、LSC、SI、とそれからルサントで、その後76年、77年、および77年、78年のセミネー、ラ a ス k セドリンの i ギュセラムー e というタイトルのものと、それから一番最後のルモ m マンドコンクリ と題されたセミナーにおいては、この縄で作られたボロメオ結びからラカンはさらに一歩踏み出して、この縄の一つ一つが円関目ですね、トーラスであるようなボロメオ結びを工夫して、で、最終的にその 精神分析の終わりにおいて、えー、正規するはずの、えー、消化のやつ、La Jussons de Sibrimation をこの結合性という観点からどのように形式化することができるかということについて問うということになりますけれども、えー、その前段階として、えー、この縄で作られたボロメを結び。 を最も活用したこの二つのセミナイルが行われているわけです。で、えー、でセミナイルの二十二巻 LSC とそれから二十三巻ルサントンで。えー それぞれ約10回ですね。えー、この ARSE のうち、一番最初の11月19日の会は、これはあの、えー、ストライキだと思うんですから、大学間ストライキだと思うんですから、えーまあ、実質的には講義は行われなかった今。今もフランスはちょうどなんか学校,学校の教員たちがストライキしてるみたいですね。まあ、あのコロナの最中あので、もっとあのこう、 学校に予算をあの配分しろという、まあ、まさにその、ストライキの,あの本来的な目的を掲げて、えー、今あの、学校の教師たちが、教員たちが、まあ、戦っているところですね。まあ、ねあのフランスはあの68年からあの50年以上過ぎても、そういうあのエネルギーが。 国民に残っていますね。<laughs> もう日本ではおよそ誰もあのそういうことをしようとはしないわけですけども、なぜしないかというと、まあ、あの、先日ある人が、あの、ある患者が答えてましたけど、要するに、疲れるからやらないと。そういうことをしても疲れるだけだから、疲れるだけで何もならないから、まあ、全くの敗北主義ですね、言ってみれば。 しかし、反抗しようとすれば、立ち上がって抗議のために立ち上がろうとすれば、確かにそれはエネルギーがいることで、疲れることですけども、しかし、じゃあ,あ、立ち上がらないで、だくだくとその支配者に従って言うと、言おうとすると、それはそれで疲れると。なぜなら、支配者が要求してくることから、 外れないように注意し、常に注意してなきゃいけないからですね。それなり、それはそれなりに、あの、気を張ってなきゃいけないことなんで、あの逸脱しないことですね。支配者の求めから、支配者が求めてることから、逸脱しないように気をつけてなきゃいけない。それはそれで、まあ、疲れることですね。でも、いずれにせよ、その、あのあ、新たに何かを、えー 行うことです、ね、新たなことをまあで出来事として正規させることこれはまあ確かにその従来の支配体制の中でまあ緊張していることよりはよほどさらに疲れることなんでまあそんなことはしたくないとそれが今の日本人ですねでまあちょっと話がそれましたが元に戻してでまああの 実質的にはですから、えー、セミネル22巻は、えー、11回ですね、えー。12月10日から5月13日までの、えー、11回。で、そして、えー、セミネルの23巻、ルサントムは、えー、11月18日から、えー、5月11日までの11回ですけども、途中この、えー、第5回は1月20日の回は ジャコーベーのエクスポあゼ、あの発表に当てられてますので、まあ、実質ですから10回ですね、それなりに話した、それなりの分量を話したの10回というわけで、まあ、合計21回の講義がこの2年間で行われているわけです。で、そしてその、このしばらく後ですね、76年の ハイデカがなくなるわけですけども、えー、ちょっと待ってください、ね。ハイデカがなくなったのは、5月26日ですね。5月26日。えー、このですから、約2週間後にハイデがなくなるわけですけども、 それよりですからちょっと早めにラカンがこの3、えー、トムの最後の講義を切り上げてしまったもので終わりにしてしまったもんですからラカンはこのハイデガーが亡くなった際の言ってみればあの、まあ、オビチュアリーというかあの亡くなった時、まあ、当然ハイデガーが亡くなったらラカンそ,れそのことについてハイデガーについて何か当然言ったはずなんですけども残念ながらその機会 はあなかった。で、えー、77年、78年、えー、のセミネルも、うん、77年とか、76年、77年、それから77年、78年の、えー、2つのセミネルにおいても、ラカンは特にハイデッガーには言及してません。で、そして前にもまあ指摘しましたけども、あの一番最後の <laughs> ラトポロジー・エルトンというセミネル、えー、78年、79年、 のセミネールにおいてラカンは、えー、もしかしたらこのハイデッガーへの言ってみるはオマージュを一種のオマージュを、えー、試みようとしていたのかもしれないですけども、まあ、あのというのもあの「ラトポロジー・エル・トン」というタイトル、えー「トポロジーと時間」というタイトルは明らかにそのハイデッガーの存在と時間を,を想起させるからですけどもですから えー、そこにおいてラカンは何らかのハイデンガーへのオマージュを試みようとしていたのかもしれないですけども、まあ、残念ながら、えー、ラ,カンのラカン自身の健康状態の悪化によって、えー、その年のセミナーはにおいてはラカンはあまり、えー、思うように、えー、話を進めることができなかったので、まあ、あの最終的にラカンのハイデンガーに対するオマージュ を聞く機会を私たちはまあしてしまったことになります。まあ、残念ながらですね。で、えーまあ、改めてこのハイデンあ・ラカンを読んでいく際に我々が、えー 心得ておかなくてはならないことを強調しておきたいと思います。というのも、ここに述べることを踏まえなければ、ラカンを読むことはできないからですね、一体ラカンは、ラカンは一体何のために、あのような、およそ精神分析とはかけ離れたようなことを一生懸命、約30年間にわたって語り続けたのかと。 えー、その目的が要するに羅漢がどのような意図においてあ,あのように種々雑多な純教を持ち出してきて語ったのかと、えー、いうことそれがわからないと、まあ、あの結局は羅漢を読むことができないからですね,、まあ、もねその羅漢が一体何のためにあのような教えを続けたのかということがわからない限り、えー、結局は我々は羅漢の,ラカンの お言葉のお、まあ、森の中を嘘とした森の中をあの迷うことしかできないさまようことしかできないでそしてまあ最終的には訳が分からなくなってサジ、まあ、を投げ出すと、まあ、そういうふうになった人はあの少なくないわけですけども実際でそうならないためには羅漢が一体いかなる意図を持っていかなる目的を持って あの約30年にわたってセミネーを続けたのかということを改めて踏まえておかなくてはならないと思います。で,ですからまあ,あの年の初めですからそのことを改めて確認しておきましょう。でラカンは一体なぜ教えたのかとあの、まあ、特にその精神分析家たちに対してですね でラカンの教えをどきづけた、あどきづけているものはあの極めて実践的なこの問いですね。羅、ま、漢、あ、は、ですからその全然精神分析とは関係ないような文学だの、哲学だの、それから数学だの、えー、形式論理学だの、えー、いろいろと持ち出してくるわけですけども、そして哲学とか、まあ、いろいろ持ち出してくるわけですけども。えー 一体あのようなあの雑多なカンの準拠は何のためにかと、でそれはあの実践的なこの問いに動機づけられています。1つはですから、いかに精神分析家を教育分析を通して要請しうるかとで、そして教育分析の終結において精神分析家であるということはいかに認定されうるかと。 これ極めて実践的なとおりですねあの。精神分析という実践があの世代から世代へと受け継がれていくためには、要するに精神分析化、精神分析という実践があの廃れずに、えー、後の世代により若い世代に伝えられていくためには、当然ながらその精神分析化を新たに要請していかなくてはならない。で,ですから、その いかにその精神分析家を教育分析を通して要請しうるかで。そして、要請し得たとして、では、その教育分析を受けた者が確かに精神分析家になっていると。そのものは精神分析家として臨床を成し得ると。要するにそのよりその存在論的に言えば、そのものは精神分析家であると。 いうこ,とこれはいかに認定されるか。で、そのためには、ですから、この精神分析家であるという、この存在論的な事態、まあ,あの、今、とりあえずは存在論的と言っておきますけれども、より正確には否定存在論的なこの事態は、えー、いかなるものであるかということを考え抜かなくてはならない。で、そのために、その実践的な問いに答えるために必要だと、ラカンが考えたこと。 でそれが精神分析を純粋にえ、すなわち非経験論的かつ非形事情学的に基礎づけることですね。うん、非経験論的というのは、要するにですかその精神分析を、えー、医学だとか生物学だとか、あるいはその心理学だとか社会学だとかえ、そういったものに還元しないということですね。え精神分析を例えば精神分析の基礎には、 生物学があるとか、まあ、それはあのフロイトの想定だったわけですけども、それからフロイト自身を想定していたわけで、でそしてそのラカの同僚の、えー、ザ,シュナシュザフナシュトという、えーえー、ルーマニア出身の精神分析家は、えー、精神分析はあの医学に還元されうると。 まあ考えていたわけですけども、まあ、要するに生物学に還元されると。えー、で他方でラカ、えー、のやはり同僚であったあのダニエル・ラガッシュは、えー、精神分析は心理学に還元されうるとあるいはその精神分析というのはその心理学の一分野なんだとの臨床心理学の、ね、まあそのように考えていたわけですけども、えー、そうじゃないと。 精神分析は生物学によっても心理学によっても基礎づけられないし、生物学にも心理学にも還元されない、でそしてまたまあ社会学にもです、ね、社会学にも還元されない、そのような経験,論に経験論的な科学に、経験科学に精神分析は還元されないと。と同時に、精神分析は経自由学によって基礎づけられもしない。 で精神分析がフロイトが特にフロイトが、えー、当然のように前提にしていた経人枠的な所要素特に目的論これをあのに対して批判を加えてそれを精神分析から除去しない限り精神分析を基礎づけることはできない純粋にですねあの要するにこの 精神分析科の要請という、この教育分析という、その実践的な問いに答えることは、しかるべく答えることはできないというふうに、ラカンは考えました。で、でそしてそのために、ラカンは、ハイデガーの出す電言です、ザインス、存在の思考。 でこのザインスのところはちょっと分かりにくいかもしれないですけども、このザインという存在という単語を、あのまあ、ハイデカ自身はこの×印で抹消したわけですけども、我々はちょっとそれは×印つけるのはめんどくさいんで、この横線だけで抹消しておきますけども、この抹消された存在の思考ですね、抹消された存在の思考。でそれを、まあ、あの一ち,ちこの抹消の線を書くのはあの面倒だもんですから、 えー、この否定存在論、えー、ロントロジー、アポファティック、えー、と我々は呼んでおきますけども、えーでその、ですからこの精神分析を純粋に基礎づけるために、ラカンはハイデガ、えーの、まあ、否定存在論に準拠するというわけですね。えー、でそして、えー、もう一つラカンを この30年、約30年にわたるそのラカンのセミネイルを読み通していくために、あるいはそのラカンの教え全体を読み通していくために、忘れてならないのは、このラジュイソンス・シブリマシオの問いですね。あの精神分析の集結において正規するはずの昇華のつこれはいかなるものであるか。この問いがあのラカンの教えの 根本的な問いの一つをなしています。でまあ、人間存在の日常的要態であるうーアリエナシオン、まあ、異常においては欲望は際限のないメトニミックな横滑りを続けているとで。そのような欲望のメトニミが続く限り精神分析の過程は終わり得ない。教育分析ですね、教育分析は終わり得ない。まあ、あの別に、まあ、ラカンはあの教育分析と、あの 精神分析家になるつもりのない人の,あの分析等を特に区別しなかったのでですからまあ別にあの、えー、精神分析を始めるときにはあの精神分析家になろうなんて思ってもいなかった人が、えー、分析を続けるうちに、えー、じゃあ私もその精神分析家として実践してみようという気になっても全く構わないわけなんですけどもでむしろそういうふうになってほしいわけですが。えー まあ、ここでは、まあでも、とにかく先ほど、その精神分析家であることを、そのいかに認定し得るかという問いと関連して、ですからその教育分析の終わり、精神分析の終わりというものを、集結というものを、えー、について我々は問わなくてはならないわけですけども、えー、で、この欲望のメトニミが続く限りですね、その欲望が要するに、えー、その、まあ、より、 わ、えー、かりやすく言うと、まあ、必ずしもわかりやすくないかもしれないですけども、この欲望ですね、欲望はここでは S バレ、この現象排斥された、えー、欲望ですね、としての主体。えー でこの、えー、我々のその日常的な存在状態の構造であるこの大学の言説においては、あるいはそのアリエナシオの構造においては、この現象排斥された欲望としての主体とそれからそれを代理するプティッタオブジェプティッタトとの関係っていうのは、このメトニミックなズレの関係にあるわけですね。要するにこの、えー プティッタと、それからこの S バレエは相互に、えー、ずれていくと、相互に横滑りしていく、そういう関係にある。で、まあ、ラカンはそのことをメトニミーと言ったわけですけれども、で、それにメトニミーに対して、ですからこの S バレエが、えー、表に、えー、開き出てくる、えー、開き現れてくるってそれ、その事態をラカンは、 メタフォーフと呼んだわけですけども、まあ、メタフォーフのことはここでちょっとさっきさておくとして、この再現のない欲望の横滑りの状態、メトニミの状態が続く限りは精神分析は終わり得ない、要するにその分析化、大学の原説から分析科の原説への構造転換が起こりえない。この この構造転換が起こらない限り精神分析や集結に至ることはできないわけですね。で、このように分析化の原説においてこの主体 S 場合の穴が開き出てこない限り分析や集結に至ることはできない。で、えー、 でもし精神分析が終結しろとすれば、そこにおいては欲望のメトニミを止めうる悦が正規せねばならない。要するに欲望のある種の満足ですね。ある種の満足。欲望はその満足しない限りにおいて、満足し得ない限りにおいて、このメトニミックな横滑りを、えー、欲望の客体に対するですね、えー、メ,トニメトニミックな横滑りを、えーうん 再現なく続けるわけですけどもでそ、それが止まるためには、ある種の,その満足が、要するにある種の越が正規せ,せねばならない。でこれはまあ先ほどもちょっと見せたように、あの大学の原説からえ分析家の原説への構造転換において起こるわけですけども、で,ではその精神分析の集結において正規するはずの越はいかなるものでありうるか。 これが羅漢の,の教えをすらの根本的な問いの一つですね。で、まあ、この、えー、シブリマステョオンという用語そのものを羅漢は、えー、セミネルの16巻まで、えー、68年、69年のセミネルまではところどころで使っているわけですけども、でそして特にあの精神分析の倫理、えー、セミネルの第7巻ですね、あそこにおいては、 えー、召喚の問いを特にアムーククルとは宮廷愛との関連において、えー、問うているわけですけどもでそしてあのセミナル16巻においても「あのうん、ダノート・アロート」という、うん、タイトルのセミナルにおいても「うん、シブリマシオン」という用語はまだ使われてますけども、えー、その後ですね、えー あの4つの言説が提示される、初めて提示されたあの69年、70年のセミネルの17巻以降は、このシブリマスイオンという表現は、ラカンの教えの中からパタッと消えてしまいます。まあ、このシブリマスイオンというあの要はあんまりラカンだから好きじゃなかったんでしょうね、実はね。で、そして、その代わりに、ですから、この、 えー、ボロメオ結びの登場とともにこのシブリマスイオンの問いは、えー、この結合性の問いへと問い直されていくことになります。えー、のだりてですね、えーまあ、ちょっと先取りして、えー、言っておきますけども、えー、シブリマスイオンという表現そのものはですからその 1970年代のラカンの教えにおいて、えー、登場することはないわけですけども、えー、しかしその代わりにこのボロメオ結びの結合性の問いそれから、えー、もう一つはあの、えー、前回も見たように、えー、テレビジオの中で使われている「あの聖人」であることですね。えーえー 前回ここを読みましたけども、要するにその、えー、我々が精神分析化を客観的に位置づけるとすれば、これ以上にうまくいく仕方はないだろう。すなわち過去において、成、えー、人であると呼ばれていた事態によってと。え、3ですね、3、成人で。これはもちろんカトリック教会があの認定するものとしての。 聖人のことですけども。でも、まあえー、でも、こうやってあの形を変えて、ですからその、シブリマスシアン、昇華の問いというのは問い続けられるわけですね。で、うん でまあ、以上ですから、実践的な問いですね。この教育分析、精神分析科を教育分析を通していかに要請し得るかとで。そして精神分析の集結において、この精神分析科であることはいかに認定されうるかとで。それとの関連において、ですからこの精神分析の集結において、正規するはずのこの消化の熱というのはいかなるものでありうるかという,う問い。 これがまあですからそのラカンの教えを貫く根本的な問いのいくつかですね。でそしてまあその実践的な問いに答えるためにラカンはその精神分析を純粋に基礎づけることが必要であるというふうに考えたわけですけどもこの精神分析の純粋な基礎づけというその試みが包含する基礎的な過程 についてもラカンは語っています。これはあのセミネリの第20巻アンコールの一番最後の回においてですね、えー、1973年6月26日の講義において、ラカンは、えーあのまあ、ニュートンはあのヒポテゼス・ノン・フィンゴ、私は仮説を作らない、仮定を作らないと言ってるけれども、しかし、このラカン自身はあのラカンの教えにおいて、一つの 過程、えー、を実は、えー、立てているとで。それはどういう過程かというと、えー、ランディビデュ、えー、キエタフェクテドランコンシアン、えー。要するに無意識の作用を受けた個人ですね。これは要するにあの経験論的なレベルで、えー、捉えられた個人。まあ、我々みんな、えー、この無意識、えー、というものに、えーまあ、侵されていると訳してもいいですし、これアフェクテっいうのは例えばあの、 中、えー、の病気にかかる、あの感染症にかかる、センス前今だったらそれこそあのコロナウイルスにかかる、COVID-19 にかかるというときに、このアフィクテという語を使ってもいいわけですけども、まあ、無意識の作用を受けた、あるいはその無意識に感染したと訳してもいいぐらいですけども、まあ、無意識にかかった、無意識に侵された、えー、個人。まあ、これはあの、えー、我々もその自分自身を多少振り返ってみれば、 あの納得できるだろうと思いますけれども我々は別にこの我々があの考えることとかあの我々が述べることについて必ずしも完全にコントロールできているわけではないですねあの。まあそういうふうにせざるを得ないとかそういうふうに考えざるを得ないとかあるいは、まあ、何か言い間違えたり勘違いしたりそのような事態がいくらでもあるわけで。 要するに我々のにおいてはそのいわゆる自律的な自我があのオートノマス以降が我々を完璧に支配しているというような事態とはおよそほど遠,遠いような事態が我々において我々自身において観察されるわけですべてこの意識的でありかつその自律的であるようなオートノマスであるようなその自我 脳、えー、支配ではないようなあ、えー、事態ですね。えー、それをま,あまさにあのフロイトは無意識と呼んだわけですけども、えー、ですからこの経験論的に観察されるうこの個人ですね、まあ、この、えー、全く意識的でも全く自律的でもないこの個人、まあ、要するに無意識の作用を受けた個人。 これと、ル・シュージェ・デュ・シニフィアン、超実素の主体ですね。まあ、これはですかその、純粋なレベルで捉えられた主体ですね。まあ、ちょっと、シニフィアンというと、別にこの、純粋、経験論的な、その、要するに言語学の用語だから、この、純粋な主体の規定性ではないだろうというかもしれないですけども、まあ、それであれば、より純粋に、その、規定存在論的な主体と言っておけばいいわけですが、 要するにこの経験論的なレベルの個人ですね、要するに精神分析において治療の対象となるような我々一人一人と、それからこの否定存在論的な主体 S バレとは同じものである。これがこの精神分析を純粋に基礎づけるために必要な過程ですね。でこの要すするにですから えー、臨床的なあるいはその経験論的なレベルの、えー、我々一人一人とそれからこの純粋なレベルの否定存在論的なレベルの主体とが同じものであるあるいはそのこちらの経験論的な個人はこちらのその否定存在論的な純粋な規定性における主体によって基礎づけられるこれがあのラカンの教えが包含する基礎的な過程ですね でこ,のこの過程、まあ、これ、羅漢は1973年になって初めて述べてるわけですけれども、これはもう1953年のラカンの教えの開始の時から、えー、案,され案に包含されている過程だったわけです。で,で,このですから、純粋なレベルで規定されるこの主体がいかなるものであるかと。 といいうことを通っていくそれが、まああの,ラカンの教えの一番、えー、主たる部分になるわけですけどもででそ,でそしてそれがゆえにあのラカンは精神分析の臨床とはおよそかけ離れたようなものをかけ離れた分野からのものをいろいろと持ってくるわけですけども、えー、なぜラカンがそういうふうにしたかというと。 この経験論的な精神分析の要するに経験論的に捉えられる精神分析の患者と純粋なレベルで規定される、測定される主体とが同じものであるというこの基本的な過程に落漢が立っているからですね。では、ですからその精神分析をあの医学やら生物学やらその心理学やら社会学に えー、還元して済ませてしまう人々は、まあ、あのこっちの、えー、無意識の作用を受けた個人について、まあ、生物学的なり、その心理学的なり、社会学的に、まあ、考えていけばまあいいわけですけども、でも、ラカンはあのそのレベルには甘んじなかったわけですね。より純粋なレベルで精神分析を基礎づけなければならないと考えた。 でそして、この1970年代の羅漢の教え、まあ、あのジャカラミレールが晩年の羅漢の教えと呼んだもの、要するにセミネルのアンコーフ、72年、73年のアンコーから以降のセミネルを貫く根本的な主題があります。それは、この性関係はないの穴を逮捕するものとしての愛、結合性。 という主題ですね。え、ラムーのダリティンスシプリ、オトで、これがまあ、あの、<laughs> えーまあ、トポロジックなあ形式化としては、ですから、この、えー、穴が現れてくると、この、 物析化の原説においてですね。物析化の原説において、この S バレの穴が開き出てくる。で、この穴そのものは、ですから、性関係はないの穴なわけですけどもで、その全くの無関係で終わることはまだできない。この性関係はないの穴から、さらにその結合性へと、 一歩を踏み出さなくてはならない。で、でこの穴を、性関係はないの、穴を逮捕するもの、シープレイするものとしての愛結合性。これが、あのこれを、まあ、ですから、景色化するものを、ラカンは、十七年、78年のセミネール、ル・モモンド・コンクリオの一番最後において、 えー、この三つ葉結びを用いてその形式化したわけですけども、えー、ですからこのまあ、えー、でそしてそこに我々はですからこの欲望の消化としての愛という愛の規定性を、えー、見出し直すことができるわけですが。 この、このですから、この穴から、その穴を逮捕するものへと。性関係はないから、その性関係はないのを逮捕するものとしての愛へと。この一方について、ラカンは、えー、セミナーアンコール以降のセミナーをうー当てていると、えー。このことも、あの、 いわゆる晩年の羅漢の教えを読み解くために踏まえておかなくてはならないことですね。で、えー、でそしてまあ改めてこの否定存在論的な穴について、えー、ちょっと考えておきますけども、でこの穴に関する羅漢の基礎的な基本的な直感というものを我々は、あのー 想想定定ししてていいだろうと想定していいだだろろううと思います、ね、でこの要するに我々の存在のもとも中核のところにおいて、えー、一つの穴が口を開いてきたと。でその穴をまあでもこれはですかそのフロイトになって初めてこの穴が見出されたわけじゃなくて、えー、もっとあのお 保守,本流の保守本流というか、あのドイツ関連論の全くあのメインストリームのところで実はこの穴というのは、えー、19世紀の初めにすでに見出されていたわけですね。で、この、これこ,こが穴なわけですけども、まあ、このアリエナシオンの構造を、ノズを用いて表すとここが穴になるわけですが。 でこのフィヒテですね、フィヒテ、1762年生まれ、1814年、没ですけども、フィヒテが1804年に行った講義の中で、この非アスイラシオナリスト、非理性的な劣行という表現を用いて、この穴のことを指しています。こう、非定存在論的な穴ですね。 まあこの穴はですから、この、えー、アリエナスイの構造においては、あのシニフィアンメートル s 1によって塞がれるわけですけども、まあ、しかしこの穴,穴があると、ここに穴があるということを、えーまあ、古典主義、いわゆる古典主義時代が終わってからまださほど間がない、この19世紀の初めの時点で、その穴のことをフィヒテは、えー イガシオナリスと読んだと。そして、ほぼ同じ時に、こちらはあの精神の現象学ですね、ヘーゲル。ヘーゲルが精神の現象学において、要するに1807年、1807年において、この穴のことをリトレンドングです、ディッセンスンズアバーハイトと呼んだと。この知と心理との分離ですね。あるいはまあ分裂と言ってもいいでしょうし、あるいはその やはり裂け目と言ってもいいだろうと思いますけども、えー、そう名付けてるわけですねで,、まあ、でラカンはこのヘーゲルのヘーゲルがあの精神の現象学のフォアレーデで,で、えー、用いたこのリトレンニングですリッセンスンとでアウークハイトという表現に基づいてこの ディヴィジオンとトサボアルエラヴェリテという表現をあのセミネルの13巻において、十三巻の冒頭において用いてますけども、知と真理との分裂ですね。あるいはその知と真理との間の裂け目と。ディヴィジオンという単語はまあ分裂と訳してもいいですし、あるいは裂け目と訳してもいいわけですけども。えー そのような表現によって、この否定存在論的な穴のことを読んでいると。もうすでにですから、19世紀の初めにですね。で、その前提になるのは、当然ながら、カントの認識論的な問いですね。あのカントが純粋理性批判において展開した認識論的な問い。我々はいかにして、その真理を認識しうるのかと言ってみればですね。 でよりあの具体的には関東があの、えー、純粋理性批判を展開したその動機となったものはニュートン物理学ですね。えー、一体物理学というあの経験論的な科学がいかにしてその普遍的な法則を、えー、想定しうるのかと。経験論ってなんですから普遍的ではありえないですね。あのそれぞれぞのお ある,機会ある特定の機械に観察されたことを積み重ねていくのが経験論ですから、えー、経験論があのですから本当であればその普遍的な法則というものをあのニ,ュートンニュートンが想定したようなんです、ねえー、普遍的な法則というものを、えー、想定し得るはずがないしかしあのニュートン物理学は古典物理学は、うん その経験論的でな科学であるにもかかわらず、あの普遍的な法則を、例えばその万有引力の法則ですねを、えー、想定していると。一体いかにしてそのような事態が可能であるのかと。それがカントを動機づけた、カントがその純粋理性機関において展開した問いをど動機づけるものですね。で,ですからその、えー 理地とその真理との間には、えー、もし仮に、ですからその地がその真理を知りうるにしても、それはあのもうあらかじめ全く保障されていることでは全然ないわけですね。いかにしてこの地が真理を知りうるかということ、いかにしてそれが可能であるのかということはあの問われなければならない。まあ、カにおいてすでにその問いは問われているわけですね。 でそのカントの問い、えーまあ、カントはまあ一応その、えー、その認識する側にですね、認識する主体の側に、トランスセンデンタルなものを、超越論的なものを想定することによって、まあ、なんとかこの真理の認識の保証を、えー、確かなものにしようとしたわけですけども、でしかし、それにとって、まあ、あの実は、 自明、えー、なものではないわけで,、えー、でハイデッガーはですからその、えー、カントの純粋理性批判の,あの純粋理性批判というのは、えー、第フ,ファーストエディションとそれからセカンドエディションがあってでファーストエディション、えー、をかなりセカンドエディションにおいてはあのファーストエディションに述べられたことがかなりあの、えー、改変されてるわけですけども改変というか、まあ、改定されてるわけですけども でハイデガーはその、えー、純粋理性批判の初版の方ですね、ファーストエディションの方に基づいて、えー、そのカントにおける、えー、その真理の認識の保障の問題を、えー、改めて問うているでそれが、あのハ、えーえー、イデガー自身があカントブーフと呼んでいる、カントに関する本と呼んでいる。あのえー 存在と時間の、えー、から2年後ぐらいでしたかね、に書かれた本です、ね、において展開しているという問いですねで。そこにおいて、あのハイデガーは、カントが用いた、Veritative、ね、Synthesis という、この Veritative というのは、あのえー、この v e r i t から由来する、あの ラテン語の Veritas ですね。ラテン語の Veritas から由来する形容詞ですけども、Veritative synthesis と。この真理に関するですから、総合ですね。この、えー、言ってみれば、この、えー、図の、アリエナシオンの、この図において、この裂け目はいかにしてこの解消されるのかと。この裂け目、えー が当初はあったにしても最終的にいかにしてこれが解消されてこの知と真理とがアデクワットな関係に入りうるのかとそのことを保証するものをカントはベェリタティベ・ジンテシスと呼んだわけですけどもでしかしそれは必ずしもですかそのカントの試みというのはあの成功していないというふうにハイデガーは読み取れているわけですけども でそれもそのはずで、結局、の関東からまださほど時間が経っていない、この1804年と1807年の時点で、このフィヒテとヘーゲルが、やはりこの真理と知と,地との,この分離、あるいはその分裂、あるいはその両者の間に口を開いている裂け目というものを問題にしていると。 まあ、あのフィヒテの場合はあの知とあの心理じゃなくて、えー、確かその理性とそれから実在性というあのフェアヌーフトとそれからそのレアリテというふうに使っていたと思いますけども、ね。まあ同じことですね、この知と心理と言っても同じことなんですけども。うん <laughs> でまあ、ヘーゲルによっては、ですからこの裂け目は、まあ、あのいわゆるその弁証法的な過程を通って最終的に絶対値が成立することにおいて解消されると、この裂け目はですね、まあ、そういうふうに解かれるわけですけども。で,、まあ、でもとにかくあのフロイトより前に19世紀の初めにすでにこの えー、裂け目という形で、このヒアツ・イラシオナリスという形で、この穴は、えー、問われているわけですね。で、この穴を、えー、フロイトは虚勢、えー、の穴として発見することになります。でそして、ハイデッガーは、えー、このアップグルントですね、アップグルントデザインス、この抹消された存在の深淵 で、この深淵もこのアップグラントというふうに、ここで区切って書くことによって、深淵的な基礎、あるいはその基礎的深淵という意味を帯びることになりますけども、であるいはまあそのオフシャデザインスですね、やはり抹消された存在の在所として、ハイデガーは考察しているわけですけども、この穴をですね。 でラカンの基本的な直感というのは、要するにこのフロイト的な穴と、このハイデガー的な穴とは同じ一つのものであると。そう捉えた。それがあのラカンの基本的な直感ですね。最も基礎的な直感です。これ、あの、えー、こうやって図に書けばですね、まあ確かにこのファロスの欠如の穴と、この抹消された主体の穴、抹消された存在の穴と、まあ穴なんだから確かに同じ一つのものだろうと。 えー、いうふうにまあ見て取れるだろうと思いますけどもでもこの、えー、フロイトが論じたその虚勢の穴とそれからそのハイデガーが論じた抹消された存在の穴とか同じものであるっていうのは全然自明ではない先日はね大体、まあ、いいフロイトとハイデガーを両方一緒に読もうなんて人はそう滅多にいないわけで、えー、フロイト読んでる人はまあハイデガーなんて訳の,の分かんないあの 形状学の一つだろうと思いますしハイデガーからしたらフロイトなんていうのはあのまあユダヤ人フロイトが考え出した生物学的なあのでっち上げに過ぎないということになるわけでなかなかこの両者を、えー、比べてみるなんていう発想はあの誰にもないですね羅漢以外には まあそこが、ですかそのラカンの、あのまあ、すごいところですね。あのこの両方が同じものであると。この2つの穴がフロイト的な穴とハイデガー的な穴が同じものであるというふうに直感的に見て取ったわけですね。これはもうラカンの出発点だろうと思いますね。<laughs> 要するに穴が開いてるということに関しては、ラカンはもう最初から本当にあの直感的に捉えていただろうと思いますね。その えー、この穴を塞いでるものというのが今まで想定されてきたにしてもそれはただのまやかしに過ぎない、えー、それは欺慢に過ぎないごまかしに過ぎないこの穴はとにかく、うん、開いていてでそれはもうあの塞ぎようがないんだとで我々はこの穴とどう、えー、向き合うかとそれがあるいはその穴をどう引き受けるかと我々自身の、えー 存在の中核に開く、口を開く穴としてですね、それをどう引き受けるかと、それが問題なんだと。それこそがあの精神分析において問われている主体性の問題であると。ソーラーカンはあの出発点においてもすでに捉えている。で、まあ、このフロイト的な穴の方をラカンは、まあですから虚勢の穴と呼んだり、あるいはその ルトゥール・モンク・ファディック、ファロスの欠如の穴と呼んだり、それからこの性関係はないの穴と呼んだりします。ルトゥール・ノー・ラポーク・セクシュエルですね。性関係はないというあの命題、い、え、ま、ー、だにまああのーえー、不可解なあのー、公式として、まああのラカニアの間でも,もなかなかあのー、うまく説明できないままに、あのー。 性関係はないという命題だけがまあ流通しているという事態ですけども、今でもですね、いまだになおですね。まあ、でも1950年代の羅漢の教えからあの70年代の羅漢の教えまで、要するに初期羅漢から、えー、初期というかまあその、えー、1953年のローマ公演を持って、あるいはその直前の,あのルサンボリック・イマジネール・レエールという公演を持って、 ラカンの教えが始まったとみなすならば、まあ、その50年代の羅漢からとにかくその晩年の羅漢に至るまでを通して見てみるならば、この性関係はないという命題は、この50年代、あるいはその60年代のラカンがファロスの欠如の穴と呼んでいたものに他ならないということに我々は気がすることができるわけですけれどもで。そしてこの,この穴がファロスの欠如の穴であると。 いうことはこのこの穴はファロスによって塞がれうるということを前提しているわけですね。でそのこの穴がファロスによって塞がれうるというその想定、それがあのフロイト的な想定ですね。フロイトがのフロイトがまああの想定した根本的な過程というのはフロイトが想定した根本的な仮定というのは確かに穴は開いてるんだけどもそれを塞ぐ塞ぎうるファロスはあるんだと。 えー、でその穴を塞ぎうるファロスがあると、それは、だからこの穴はそのファロスによって塞ぎうるんだというその過程、それがあのフロイト的な過程であり、しかしそのフロイト的な過程というのは実は目的論的な、経準枠的な過程であって、実はそれは真ではないと。 フロイト的な過程というのは成り立たない。むしろその、この穴を塞ぎうるようなファロスは不可能である。書かれないことをやめない。それがあのラカンの答えですね。最終的な答えですね。で、そこにおいてまさにですかそのラカンはフロイトを批判しているわけですね。フロイトの理論を、特にそのですから、オイジプスコンプレックスの理論を批判している。 でそこは、まあ、あのラカンの教えの非常に重要なところですね。重要な点ですね本質的に重要な点です。でまあ、ラカン自身は、私はあのフロイディアンであると、えー、言ってるわけですけども、でもそれはもうある意味で、あのーまあ、冗談と言ってはいけないかもしれないですけども、あ,のーまあ、あんまり人をそのびっくりさせないためですねあの。私はもうフロイトは否定してるんだ、フロイトは乗り越えてるんだというようなことを言うと、 あのまあ、一部の人には受けるかもしれないですけども、え他の部分の人たちからは、そこを向かれるかもしれないし、あのまあ、そういう、あのーで、あとそれからまあその、ラカン自身はその、プロイトを正当に継承しているとあのその、正当性ですね。まあ、国際精神分析協会はあの、プロイト自身が。 設立したものですから国際精神分析協会は確かにフロイトの,、まあ、あの一,般一般常識的な観点からは正当な後継者だと継承者だというふうに見なされるわけですけどもラカンはしかしその国際精神分析協会要するにその英語圏の精神分析というのはあのフロイトの心理を見失った外遊 A にフロイトからフロイトの本来の精神分析から そ、えー、れてしまった逸脱してしまったあるいはその変更してしまった、えー、もうまがいものになってるもはや精神分析と呼べないようなものになってるあのエゴサイコロジーですね特にで単純にその社会適用あるいはその現実適用の道具に成り下がってしまっているとその精神分析の本来的な真理を忘れてるで,ですからその 私こそはこの私ラカンこそがフロイトの真の意味での正当な後継者であるというその姿勢を取り続けたかったのためにあまりその私はフロイトのその刑事上学的な過程を批判したんですよというふうにはまあ公にはあんまり言わなかったんですねまあしかし我々がこうやって振り返ってみると実はあのラカンはフロイトの刑事上学的な 過程をきちんとこうやって批判しているということをあのに気が付くことができますで。それが可能であったのもこのハイデッガーに準拠したからですねハ。ハイデガー的な穴に準拠したからですね。でまあ、このハイデガー的な穴のことを我々はまあそのお否定存在論的な穴とまあ呼びかえますし。 まあ、あの、羅漢が用いた、ンカエート、存在欠如という表現を用いるならば、あの存在欠如の穴と、ルトゥル・文化エと呼ぶこともできますし、そして何よりもこの穴は、あ死の穴ですね。この、形状枠においては、要するにその形状枠の伝統においては、歴史においては、この穴は、えー まあ存在論的な意味での存在によって塞がれていたわけですね。えーまあ、プラトンがイデアとしてそ想定したもの、要するに誠に存在するもの、本当に存在するものとして想定した、えー、イデア、えーで。そしてそれはまたあの存在というのは存在するということは生きているということでもありますから、その我々人間にとってはですね。我々人間が 私は存在するというときには当然私は生きているということを包含しているわけでもう死んじゃったらですからまあ我々もし死ん,だ死んだ人間に関してはまああのカッコつきで存在するということはできないわけではないですけどもまあ例えば我々の心の中に存在しているとか思い出の中に存在しているとかいうことはまあ確かにできなくはないですけどもしかしまああの生きている人間に関して存在していると。 いうのと同じ意味においてはあの、亡くなった人に関しては存在しているとはもはや言えないですね。むしろ、もう亡くなった人はもはや存在していない人ということになるわけですけども。ですから、この穴は、そのような意味において、えー、死の穴でもあると。ルトゥ・タナティックという表現を使っていきますけども。でそして、この死の穴。 この穴を、このフロイト的な穴、すなわちこのハイデガー的な穴を死の穴と捉えることによって、あのフロイトがあの死の本能と呼んだものをより根本的に我々は捉え直すことができるわけですけども。で、この死、フロイトがその死の本能として想定したものを、 いかに捉え直すかと、問い直すかと。その手がかりを与えてくれるのもハイデンガーですねに。その手がかりをラカに与えてくれたのもハイデンガーであると。えー、死の本能というのは、まあ、あの何度も指摘しているように、えー、本能という表現が仮にあの生物学的なニュアンスを伴うものであるとしても、 死の本能といったらおよそ,その生物学的にはありえないものですね。まあ、動物は時々まあなんかその種の保存のために子がえあったかもその自殺するかのような行動をとることがないではないですけどもしかし基本的に言ってえ本能というのはえ個体の仮にもし個体の生存でないにしてもえその種の生存を種の存続をえ可能にするものそれがまあ本能ですね。 ある本能という表現は生物学的にはそんなようなものとして考えられてきたと。で基本的にですからその生命の存続を可能にする何者かとして本能が想定されているわけですから生物学においてはですから死の本能というのは生物学的にはおよそ,まあその慶応無盾ですねオクシモオンに過ぎない他ならないということになる。 えー、でしかしまああのフコイトは人間においてはその死の本能があるんだと特にあの破壊あの第一次世界大戦の、えー、突然とつつもないまあ破壊行為ですねでそして殺戮行為を見て人間にはあの死の本能があるというふうにまあ,あの感じ取ったわけですけども、えー、でしかしそれをですからあのより このまあ,あの否定存在論的に捉えるとその課題をラカンはハイデガーを経由して果たすことになりますで、まあ。死の本能というふうに呼ばれているものは結局はこの穴が否定存在論的な穴がであの、まあ、フロイト的には あのファロスの欠如の穴、すなわち、ファロスによって、シンフィアンとしてのファロスによって、えー、塞がれ得るもの、えー、として想定されている、想定されているこの穴は、実は、フ、え、ァ、ー、ロスによってはあの塞がれ得ない。で、この穴は実は、その、ファロスによって塞がれるエロティックな穴ではなく、えー、何,何者によっても塞がれ得ない、えー、死の穴であると。 いうふうに捉えて初めてあの死の本能というものについて、えー、考えることができる。でそしてこの、えー、いわゆるあのゼクシュアルトリープですね、性本能が、日本語で性本能っていうとあの生きている方の本能なのかあのあの、あるいはセクシュアルな方の本能なのかも区別はつかないですけども、ゼクシアルトリープ、セクシュアルトリープで、えー ドライブですね。英語で言えば。でピルスヒノセクシュエル。えー、それが、えー、ですからこお、この穴の穴をファロスで、えー、塞ごうとするときに、あるいはそのこのファロスで塞がれたものとしての、えー、塞がれた状態ですね。とにかくそのファロスがこの穴を塞いでいる状態を期待して、この穴に近づくときに、 しかし、このゼクシュルトリップは、ピルシン、セクシュエルは何に遭遇することになるかというと、実はこの塞がれ得ない穴そのものに直面することになる。でそこであの我々が直面するのがその死の不安ですね、死の恐怖。ですから、そのエロティックな満足を期待していたところに死の不安が現れ出てくると。死の穴が えー、口を開いて現れてくるその自体があその死の本能、フロイトが死の本能と呼んだものの、えー、正体ですね。で、えー、でこの、まあ、ハイデンガーがですから、この死について、えー、何と言ってるかということを一応ちょっとおさらいしておきましょう。で、えー、これは。 ザイオンツサイトのセクション50ですね。ディフォーツイフングでエクステンィアル・オントロギッシテン・ストクトゥーです。死の構造の実存,実存論的実論、実存論的、存在論的予備と題されたセクションの中の一節ですけども、これはあの えー、マックスニア、マックスニーマイヤー版の205ページ、えー。あ、これちょっと書き間違えましたね。あの今、今書き,書き間違えますけども。250ページから、えー、251ページですね。えー、失礼しました、えー。ここに出てくる一節で、えー、まあ、有名な下りですけども、一応ちょっと読んでおきましょうか。 Der Tod ist eine Seinsmöglichkeit, die jedes Dasein selbst zu übernehmen hat. Mit dem Tod stellt sich das Dasein selbst in seinem eigensten Sein können bevor. In dieser Möglichkeit geht es dem Dasein, um sein in der, Se der Welt sein, Schlechtes hin. Sein Tod ist die Möglichkeit des nicht mehr Dasein Könnens. Wenn das Dasein als diese Möglichkeit seiner Selbst sich bevorsteht, ist es völlig auf sein eigenstes Sein-Können verwiesen. So sich bevorstehend sind in ihm alle Bezüge zu anderem Dasein gelöst. Diese eigenste, unbezügliche Möglichkeit ist zugleich die äußerste. Als Sein-Können, Vermag das Dasein die Möglichkeit des Todes nicht zu überholen. Der Tod ist die Möglichkeit der schlechthinigen Dasein Daseinsunmöglichkeit. So enthielt sich der Tod als die eigenste, unbezügliche, unüberholbare Möglichkeit. Als solche ist er ein ausgezeichneter Bevorstand. Dessen existenzielle Möglichkeit gründet darin, dass das Dasein ihm selbst wesenhaft erschlossen ist, und zwar in der Weise des Sich vorweg. Dieses strukturelle Moment der Sorge hat ihm sein zum Tode seine ursprünglichste Konkretion. Das Sein zum Ende wird phänomenal deutlicher als sein. で、死は一つの存在可能性であると。で、ね。時は一つの存在可能性である,でである。で、この存在可能性を、まあ、ダザインをあの現場存在と私は訳しますけども、 えというのも現存在だけだと、このダーのトポロジックな意味が見えてこないからですね。このダーはあの時間的な意味と、それから場所的な意味と両方ありますねあの。そこで、その時という意味と、それからそこと、そこでとか、ここでとか、そういうの、えー、時間的な意味と、その場所的な意味と両方を含んでる。ですから、まあ、単純に現存在と訳するよりは現場存在と訳しておきたいと思いますけども。 えー、これはですからあの人間自身のことですね我々人間自身のことをあのハイデガーはこうやって、えーまあ、否定存在論という用語はあのハイデガーの用語ではないですけども、まあ、我々が今言うとすればこの否定存在論的な人間の規定性として現場存在ダーザインという用語を表現をあのハイデガーは用いているわけですけども。 で,このですかこのダーザインという単語そのものはあのドイツ語の辞書に載っているあの、まあ、一般的に使われる単語ですね。でしかしこのハイデンガーはこの一般的に使われている単語を全く別の意味を込めてですから、えー、信号造作この,あのネオロジスムの,そのセマンティック版ですね、ネオセミと言っていいと思いますけども。えー 新たな、全く新たな意味を込めて、えー、用いていると、ごく普通の単語をですね。で、それがあのですから、ハイデッガーの分かりにくいところですね。ドイツ人だったら、ダーザインといったら、まああの、その意味を全くこの日常的なレベルで捉えてしまう。でも、その日常的なレベルで捉えていると、なんでそんなことが言えるのかと、ハイデッガーはですね。 まあ、わけが分かんなくなっちゃうわけですね。ですから、この実はこの意味,意味論的なネオロジスムを、信号造作をハイデッガーはもう頻繁に用いてるわけですけども、そのことに気がつかないと、あのハイデッガーを読み解くことができないということです。まあ、ですからあの、えー、ドイツ人があの、例えば日本人があのハイデッガーを日本語に翻訳したなんていうと、 えー、ハイデンカーを日本語に翻訳する前にドイツ語に翻訳してくださいみたいなそういう冗談を言うと、えー、まあそのな具合になるわけですけどもでまあとにかくこの、えー、死というその存在可能性を現場存在は我々は毎時自ら引き受けねばならないまあそのような存在可能性である死はですねで死との関係において見てでも遠く 現場存在は、その最も本質的な存在可能において、自身に対して厳然存立している。ッド、えー、でもとうとして、この、デフォアシュテーンという動詞ですね、分離動詞。ッ、え、ド、ー、でもとうとして自、ぜひ、ダだ、ぜん、ぜん,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 ん、ぜん,ん,ん、ぜん、ぜん、ね、インぜイぜん、ぜ、え、ん、ー、ぜん、ぜん、インぜん、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 ぜ can に相当する異助動詞で存在しうる、まあ、ですから存在可能ですね。で、アイゲンステンですから、まあ、アイゲンというのはこれ自分自身のという時に用いるあの所有形容詞ですけどもで、この所有形容詞ですから、あのハイデガーは最上級に活用しているわけですね。アイゲンステン、まあ通常はこんなあの最上級にしたりはしないはずですけども。うん ですからその、最も自己自身のものであるという意味になるわけですけども、まあ、あの本自的というふうに、まあ、あの訳しておきますが、その最も本自的な存在可能において、えー、この死との関係において、現場存在は、その最も本自的な存在可能において、自分自身に対して厳善存立している。まあこれも デフォア視点をそのまま漢字に置き換えてるだけですけども、要するにあの死に、えー、向,かい向き合ってるわけですね。もし本来的に、えー、その実存するとすれば、あ我々は、その我々自身の,その死の可能性に対して、あるいはその、えー、最も本来的な、えー、存在可能としての死に対して、えー、我々は向き合うことになる。 死を目の前にして、その死の前に我々は立つで,、ね、でこの可能性においては、現場存在にとって、まさに自身の宇宙内存在が関わっている。まあ、このイン,ディアベルトインディアベルトザインを、インディアベルトザインをは通常、世界内存在と訳されてますけども、あのドイツ語においては、このベルトっていうのは、あの宇宙をも指す表現で、 まあ今まあですから世界と言っちゃうとどうしても、のこのせせこましいあの地球上であの起こっていることにあの限定されてしまう嫌いがありますから、でもその存在事象というのは当然その宇宙空間にまで広まっているわけで。で、何ですか、例えば、 英語だったらあのユニバースって言いますよね。ユニバースはあの世界でもありますけども、宇宙でもありますね。まあそういう意味であの、宇宙内存在というふうにあの訳しておきたいと思いますけども。で、現場存在の死は、えー、もはや現場存在し得ないことの可能性である。まあここでちょっとわけのわからないこと言ってますけども。 このザインをダーザインですね。えー、ザイントートイスディ、メークリヒカイトです。ニヒトメアダーザインキュネス、えー。現場存在の死は、もはや現場存在し得ないことの可能性である。で、えー、現場存在が、この自身の可能性として自身に対して厳然存立するとき、えー、現場存在は従前にその最も本質的な存在可能へ差し向けられている。えー でベンダース・ダーザイン・アス・ティーズメークリヒカルとこの、えー、もはや存在しえない、もはやダーザインしえないことの可能性。要するに,、まあ、するに死の可能性ですね。えー、として、のダーザイン、自分自身のその可能性として、の、え、ダーザイン、ダーザインがその自分自身のその可能性として、 自分自身に対してあの面と向かって立つときですね、向き合うとき、要するにその、えー、死の可能性としての自分自身ですね、死の可能性としての自分自身に向き合うとき、あるいはその死こそが最もその本来的な、本質的な存在可能であるという限りにおける。 その自分自身ですね、最も存在本質的なアイゲンスで、えー、ザインアイゲンスで、えー、ザインキュネン。アイゲンスです、えー、ザインキュネとしての自分自身に向き合うときに、えー、現場存在は、フェイリヒ、従前にその最も本質的な存在感のへ差し向けられている。まあ要するに、向き合っていることになる。もともその、 アフザイン、アイゲンステス、ザイン君へその差し向けられているわけですね。フェアバイゼンされている。<laughs> 要するに、まあ、面と向かわせられている。で、そのように自身に対して減税存在するとき、現場存在によってはすべての他の現場存在に対する関係は解消されている。 ここで別句という関係という単語が出てきていることにちょっと注目したいと思いますけどもこれですからその性関係はないというラカンが言うときのこの関係をここに読み取ることもできるわけですから他のダーザイン要するに他の人間ですね他者にとの関係はすべて えー、この我々があ死と向き合うときには、えー、解消されてしまっている。そのイマジネイルな関係としてですね、言ってみるで,、えー、で、そしてまた、まあ、単純にそのイマジネイルな他者としてだけでなく、その性関係のパートナーとしての他者との関係も、えー、性関係はないわけですから。えー そのような関係は解消されてしまっている。で、この最も本質的な非関係的な可能性は、同時に最も極限的な可能性である。要するに死に最もギリギリ近づいた、死と向き合って、この死の穴に最もギリギリに近づいた、近づくことの可能性である。<laughs> えー で、存在可能として現場存在は死の可能性を追い越すことはできない。まあ、追い越す。まあそれを超えてその先へ進むということはできない。要するに言ってみればその死後の世界なんてものはまあ,あり得ないわけですから。で死は全くの現場存在不可能性の可能性である。 このダーザインスウンメークリヒカイトですね。えー、シュレクトヒティン h t h ダーザイン、メ、えー、ークリヒカイトで、はシュレ e c h ン h i n ダーザインスウンメークリヒカイト。あちょっとまたわけのわかんない表現を、ハイデンが取ってますけども。えー で、かくして死は、えー、最も本事的な、えー、非関係的な、うん、追い越し不可能な可能性として自身を表す。要するに死は、d-eigens-te-me-kri-kai、えー、と、えー。でまあ、ですから死が、ここで先ほどのミッドでも通ってして、ぜひ、ダーザイン・ゼルプス・ティン・ザイン・アイゲンス・ティン・ザイン・キューネン・ベフォーと、ちょっとわかりにくい、まりくどい表現で言ってますけども、まあ、要するに死そのものがですね、死は、 えーまあ、ここではあのメイクリヒカイトというあの女性名詞になっていますけれども、死は、えー、最も本質的なザイン去年であると、えー、存在可能であるというふうにまあ言ってもいいわけですね。うん、で、あと、えー、イスト、えー、ダスアイゲンスってザイン去年というふうに言うことで。で、死 <laughs> は、えー 一つの優れた現在損率である。アラスゾーヒースエア,エア、アインアウス月ツ費ヒネタ・デフォシュタントですね。そのようなものとしてですね <laughs>。死 <laughs> は一つの優れたあのエク,セレエクセレントの意味における現在損率である。 でその実存論的な可能性はこのことに基づいている。すなわち、えー、現場存在は、えー、現場存在自身に対しては、えー、本物的に開かされてあるということ。しかも、自身に対して先行するという状態において、でこのですね、エクジステンシアルメクにヒカイこのお死のお実存論的な 可能性ですね。はこのことに損存している。すなわち、えー、ダーザインが、えー、自分自身に対して、えー、本質的に、本的に開かれてあるということ。要するにその、死の口が、死の穴がまさにその口を開いているということですね。この穴が、えー、口を開いた状態であって、その、えー、口の開いた穴に対して我々は、 えっと、面と向かうわけですね、えー。向き合ってる。この穴をですからその何者かで何か塞いだつもりになったり、あるいは何者かでこの隠したつもりになっているというのは、それはだから非本来的な、非本事的な、えー、存在状態だということになる。で、そのこの穴を、えー、塞ぎも隠しもし,しないで、その穴に、口を開いている穴に向き合うこと、それが、えー、本来的な、あるいはその本事的な 存在状態であると。そうハイデンが言ってるわけですけどもで。しかもその自身に対して先行するという状態において、すなわちこの穴の方が先にあるわけですね。穴が先にあると。この穴は自分自身にその現存在、現場存在自身に対して先立っているものなんですね。え。 という表現ですけども、ね。で、Ds, この、この,この懸念、まあ、ゾフゲのことは、まあ、どう訳すかいろいろと訳し方ありますけども、これはですからその死に、死を忘れていないという状態ですね、このゾフゲ。まあ、ゾフゲは、あの えー、世話をするとか、あの思いやるとかあの、気にかけるとか、えー、いう意味もありますけども、でも、まあ、あの心配という訳語もあの当てはまるような単語で、ですから心配というのはあの不安のと極めてあの似通った、えー、語ですけども、要するに、ゾムゲの中には、えー、このゾムゲというこの、まあ、非常に訳しにくいこのハイデンガーの用語は、 存在そのものですね。あるいはその存在の、非定存在論的な穴を、えー、忘れていない、えー。そちらを忘れていないで、穴を忘れていないで、そちらに、えー、思いを向けていると。ですから、その、まあ、後にあのハイデカがよく使うようになる表現で言うと、安電圏ですね。電圏を、思いをそちらへ穴の方へ向けている。そういう意味において、安圏っという。えー 号をあのハイデンが後に、えー、よく用いるようになりますけども、えー、それと同じ意味だというふうに捉えていいと思いますこの存在と時間におけるこのゾフゲって言ったものですねで。穴を開いた口を開いた、えー、穴へと思いを向けることになるので当然そこには不安が付きまといます。だそういう意味でこの心配というふうに訳せるゾフゲ、えー、そこにあの不安という意味合いを読み取ることもできますね。 まあここではちょっと懸念というふうに訳しておきたいと思いますけども、この懸念の構造形跡は、死に向き合う存在において、まあ、このザインツムという、えー、単純にこれはですから、死に向かう存在じゃなくて、死に向き合う存在ですね。死に向き合う存在、死と面と向かって、えー、相対峙する存在、えー。死に向き合う存在において、その最も根源的な具象化を得ると。で、終わりへ向き合う存在は、 これ単純に縁でと書いてありますけども、まあこのまあ、おそらくまあ人生の終わりのことを言っているんだろうと思いますけども終わりへ向き合う存在は現場存在の特徴的な際だった可能性に向き合う存在よりも現象的にはより明白であると。まあ、ここはその現象的にといフェノメナルという表現に使われていますからこの実存論的なこの在日等で とよりはこの、まああのえー、人生の終わりに向き合う存在という方が、まあ、より分かりやすいだろうぐらいの意味合いをとっておきますけどもで死というのは、まあ、ですからそのハイデッガーがあーこの存在と時間において、えー、論じている死というのはですから単純な死ではないですね。えー ハイデガーが論ずる詩というのは、えー、Das す、え g e n ゲン e って、えぇ、ザイン・ n 存在可能なんですね。存在可能。仏教的な詩は、これは単純にあの、ニルバーナですから、あの、無ですよね。まあ、いわゆる無、出す二筆なる、出す二筆になるわけですけども、えー、ハイデガーがー論じている、あるいはそのハイデガーが問うているこの詩は、単純な、あの、無ではなくて、 最も本来的な、あるいはその本質的な存在可能である。在院去年ということはですか、これ単純な無ではないですよね。その仏教的な無、あるいはその仏教的なニルバーナとしての,あの死ではない。えー、ニルバーナのことはあの入滅と訳したりしますけども、あの入る、入るというあの入と、それから滅はあの滅びるの滅ですね。入滅と訳したりしますけども、ですから入滅してもう何もない、無だと。 まあ仏教ではそう考えるわけですけども、でそしてその仏教では、そのようなあの入滅としての死が、えー、最終的に目指すべき到達点であると。えー、その輪廻から、えー、脱出して、輪廻から下脱して、えー、ニューバーナへ至ると。でそして、まあ、そこで、えー、めでたく死んで何もなくなると。それがまあ仏教的な死ですけども。 もうすでにこのハイデガーが論じている死は、えー、そのような単純なあの無に帰するような死ではなくて、最も本来的な、最も本質的な、えー、存在可能である、在ン九年である。むしろこれですから、あの無ではないですね、在ン九年ですからね。で、しかもその死はあの、その、えー、 人生の終わりにおいて、えー、到達して、で、まあ、あの、その時点で、まあ、めでたく、えー、あの前世のカルマを償って、償ったというか、まあ、前世のカルマよりを上回る、あの、良いカルマを積んでいれば、えー、人生の終わりにおいて、めでたく、この、存在の穴に、あの、否定存在論的な死の穴に落ち込んで、えー、そこで、あの、無に至ることができると。 そういうものではないわけですね。で、この、これ、これだから、あのその最も本質的なその、最も本来的な存在可能としての死というのは、およそあの日本人には理解し難い。なぜかというと、要するにその死からの復活というものを、キリスト教を知らない大多数の日本人は、およそ考えることはできないからですね。ハイデガはこのようにその、最も本来的な、最も本質的な、 存在可能というものを考えうるのはあの、えー、死から永遠の命への復活というそのキリスト教的なあの死あるいはそのキリスト教的なその復活を踏まえていればこそですね。まあハイデ ハイデガーの両親は経験なカトリックで、ですから、そのハイデガーはあの非常に優秀だったので、ぜひその、えー、聖職者になってほしいというのが、あのハイデガーの両親、およびそのハイデガーが生まれ育ったあのメスキルヘというあの村の、えー、人々の願いだったわけですけども、ですから、その願いに、まあ、一応はの無限に断ることができなかったので、あのハイデガーは一応、その 中等教育を終えて、進学校に入るわけですけれども、そして大学も進学部に入るわけですけれども、まあ、しかし、あの当時の、えーえー、カトリック教会とか進学というのは、非常にあの堅苦しいもので、息の詰まる、ハイデガーにとっては少なくともその息の詰まるようなもので、およそあの思考の、思想の自由というものをが認められないような。 えー、雰囲気のところだったわけで、まあ、とてもあのそういう環境にはあのハイデガーは耐えられなかったと、あるいは、まあ、初めからそ,の、えー、そういうところには思考の自由が、考えの自由がないということが分かっていたので、ハイデガーは一応形ばかりは、えー、進学校に入り、えー、進学部に入ったりしたけども、まあ、初めからもうすぐに逃げ出すことは予定していたのかもしれないですね。まあ、進学校に入ったはいいけども、進学校というか、あのえー イエズス会ですね、イエズス会に入ったんですね、イエズス会にあの、えー、ノビシエツとして入ったんですけども、えー、もう2週間ぐらいであのとっととあの逃げ出してるわけですね、そのイエズス会の、えー、修道院からは。まあこれはもう多分計画的だったんだろうと思いますけども、あの親を一応納得させるために、えー、イエズス会に入ったけども、修道院に入り,入りはしたけども、もう初めからすぐに逃げ出すつもりで、 やっぱり私には無理でしたと、向きませんでしたと、ねえー、言い訳して、えー、まあ逃げ出していると。<laughs> で、えー、でも、でもですね、でもあのハイデガーはやはりそのキリスト教的なあの考え方、えー、を捨ててはいないわけですね。このですから、その 最も本来的な、最も本質的な存在可能としての死という、その、えー、死の規定性そのものに我々はもうすでにあの永遠の命への復活、死から永遠の命への復活、えー、をあの読み取ることができるだろうと思います。ですから、その、<laughs> このハイデガー的な穴、フロイト的な穴、ハイデガー的な穴で、そしてまあこのハイデガー穴はこの死の穴でもあるわけですけれども、でもその穴は単純にその死の穴で終わるわけではないと。先ほど言ったように、この穴が開き出てくるとして、この穴が開き出てくるとして、この分析家の原説においてですね、開き出てくると。 この性関係はないの、まあ、羅の表現を使うならば、この性関係はないの穴として開き出て,出てくると、あるいはその死の穴として開き出てくる。でも、それで終わるわけではなくて、この無関係のところに、あの先ほど、運、うん、別ゆくっというあの単語をあのハイデガー使ってましたけども、あるいは非関係ですね、非関係のところに、無関係のところに、しかし、この結合性が生ずると。この えー、永遠の命への復活としてのですね、うん、結合性が生じてくる。その死、単純に死では終わらない。その死はもうすでにあの永遠の命への復活を前提している。<laughs> そういう、ですからその言ってみればの死の彼方の次の一歩というものを、えー、我々は考えることができるし、まあ、ハイデッガーはそういうものを考えている。そして、ラカンも、えー、この えー、無関係の彼方の結合性として、えー、そういうものを、えー、考えている、想定しているというふうに死、まあ、はですから死、えー、はそういうものとして我々はあの考えるということですね。で、えー、っともう9時になっちゃいましたもう一つ、まあ、今日お話ししようと思っていたのはあの、まあ、これは前回。 あのもう提示した図ですけども、要するにその、えー、このボロ目結びはあの、えー、70年代になって突然ラカンの教えの中に、えー、出現したものではないと、取り入れられたものではなくて、もうすでに50年代にこのソシュ、えーこのソシウルの一般言語学講義において提示されているこの図において、ラカンはもうすでに。 この結び目的なものを考えているんだと。で、このソシエロ自身がですからこの思考ですね、ラパンセ、それからルソン、音声ですね、この音声、思考と音声を媒介するものとして、つなぐものとして、このラングというものを、ラングというものを考えている。ですから、こちらがですから、ソシエロの場合はこの上の方が、あの 思考で、ですから、そのシニフィエで、下の方がシニフィアン、その音声物質ですね、音声実体なわけですけども、まあ、まあ、ですから、これはあの、もし思考をイマジネールなものとして、それからその音声実体を、あるその音声,物音声質量をレールなものとして、えー、捉えるならば、まあ、あのイマジネール、そして 言語はあのサンボリックなものですから、イマジネル・サンボリック・レールというこの、えー、トリアードがあのーソシュールにおいてすでにあの考えられているわけですね。で、えー、ソシュール自身がこの思考音声というこのパンセソンというこの、まあえー、これが全体がまですから、そのをあのソシュールは考えているわけですけども、この パンセソンというこの全体は、えー、実はこの分裂を包含している、ここのところにですね分裂を包含しているけれどもこの、しかし単純にバラバラになっているわけじゃなくて、この2つのこの隙間にはあのラングが位置づけられ、このラングがあの2つの無定型な塊の間に構成されることによって、と言ってますけれども。 この分裂があると同時に、ですから、ラングそのものがですね、ラングそのものが分裂を包含していると同時に、しかし、このイマジネルなものと、レエールなものとを、えー、結ぶと、えー、媒介すると、仲介すると、そういうものとして、えー、捉えられている。素子用においてですね。で、そのことに、ラカハンも1956年のセミネルの第三巻において注目していると。で、それがまさに、あの、この えー、三つ葉のボロ目を結びとして、えーえー、に思ってあの捉え直されるわけですね。で、あの前回も説明したように、えー、このイマジネール・サンボリック・レエルを最もその、えー、元の発想においてあの、もう一度捉え直すとすれば、どういうふうに捉え直すことができるかというと、イマジネールなものは、ルモア・イマジネールですね、歌唱的な字が。 でそして、レエールなものというのは、ルシュジェ・レールですね、実在的な主体。で、両者は分裂しているけれども、あるいはその両者の間には裂け目があるけれども、しかし、そこを、えー、つなぐものが、両者をつなぐものが、えー、あると。で、それがエサンボリックなものとしての言語である。ランガージュ、中、まあ、はラングと言いますね、ルランガーシュと言いますけれども。 ですからソシュールが想定したこのイマジネール・レールの分裂と、そしてそれを両者を媒介するものとしての言語というこの構図はをラカンはあのそっくりソシュールからあの学んでいるとで、そしてそれを踏襲しているというふうに言うことができます。これがですからそのサンボイック・イマジネール・レールの最もあの 原初的な初めのうちの,あの出発点の発想ですね。でそこからしかし、まああの、ラカンはこの三つ輪にとどまらないで、それを四つ輪へと展開していくわけで、そうなると話がややこしくなってくるんですけども、でまあ、それは前回も多少触れましたが。で、まあ、この LSE、SI、のセミネーロと、それからルサントムのセミネーロにおいては、このですからその えー、三つ輪のボロメオ結びとそれからこの四つ輪のボロメオ結び両方が、えー、考察されています。最初にもちろんその三つ輪の方が登場してあとからこの四つ輪が、えーえー、とこの三つ輪が四つ輪へと展開されていくんですけどもそれは、えー、取りも直さずこの野田利手というボロメオ結合性そのものをラカンはこの、えー、輪の一つとして組み入れたからですね。 で、まあ、このエ l s ーと、それからルサントームにおいては、えー、この三つ輪のボロメオ結びが、えー、よりそのソフィスティケートされた形において考察されていき、そしてこの、えー、ジュイソンス、その意味としてのジュイソンスと、それからジュイソンスパリックと、それからジュイソンス・ド・ロートが位置づけられ、そしてこの真ん中にプティッターが置かれると。これはあのアリエナシアの構造なわけですけれども。 このアリエナシアンの構造のボロメオ結びにおける展開とボロメオ結びを用いての展開これがセミレの22巻ス s e において行われることですね繰り広げられていくことですねス s e においてもすでに4つのボロメオ結びは導入されますけども L サントムにおいてジョイス に準拠しつつ、羅漢はあのより明確にこの「四つのボロ目を結びを」を考察していくことになります。<laughs> えーはいでまあ、今日はまああの、やはり羅漢をあの読み進めていくときには絶対踏まえておかなきゃいけないこと。まあ それを踏まえないと、もう羅漢という森の中で我々はあの道に迷うことになるので、えーえー、迷わないためにですね、あの何が必要かというこの前提を改めてあの詳しく述べてみました。で、まあ、あの2週間後から。あの l s c のテクストと、それから、まあ、このサントムのテクストそのものに取り組んでいきたいと思います。えーはい、では、今日はここまでにして、えー、おきましょう。であの質問のある方はご自分のマイクとカメラをオンにして質問してください。